皆さんこんにちは。がん情報チャンネル外科医の佐藤です。今回は、余命は聞かない方がいいというお話です。がん患者さんからですね、聞かれて困る質問の一つに、あとどのぐらい生きられますかというのがあります。でこれはですね、はっきり言うとですね、わからないというのが正直な答えなんですね。例えばこれ、あと1ヶ月しか持たないというような、差し迫った状況を除けばですね、そもそもそのどのぐらい生きるかということはですね、非常に、この推測するのが難しいんですね。なぜかというと、がんの進行するスピードというのはですね、患者さん一人一人によって違いますし、その時点からですね、進行しなかったり、あるいは回復する可能性もあるわけです。でもちろんですね、これ逆に急にこう悪くなってしまって、思ったよりも早く亡くなってしまう患者さんもいます。ですので、医師の余命と宣告というのはですね、実際には当てにならないというふうに思っています。で、皆さんはですね、そして余命3ヶ月と、そういうふうに宣告された場合ですね、せいぜい持ってあと3ヶ月というふうな意味に取る人がいらっしゃるかもしれませんけども、しかしですね、実際にはそうではないんですね。で一般的にこの余命というのは、通常ですね、生存期間の平均的な値としてですね、中央値というのを使うことが多いわけです。でこの生存期間の中央値というのは、ある集団においておよそですね、半分の患者さんが亡くなるまでの期間のことなんですね。ですから、生存期間の中央値が例えば1年であったとしてもですね、生存期間には非常にこの大きなばらつきがあるんですね。で中には5年や10年も生きている患者さんがいるわけです。ところがですね、この余命が当たる一つの理由としてですね、余命宣告が患者さんの気持ちにですね、少なからず打撃を与えてしまうからなんですね。で本来、生存期間というのは非常に、先ほど言いましたように大きな、ばらつきがあるにもかかわらず、余命3ヶ月と言われるとですね、ショックを受けてしまって、諦めてしまうと。でその結果、余命の通りに亡くなってしまうと、そういう方がですね、少なからずいらっしゃいます。でそのためですね、私は患者さんにですね、がんのステージとか、そういったことに関しては詳しくお話はしますけれども、余命についてはですね、患者さんから質問されない限り、お答えしないようにしています。皆さんにはですね、実際にはこの余命は聞かないという方が良いというふうにアドバイスしています。それからですね、ステージ4の扱いに関しても、同じようなことが言えます。ステージ4だからといってもうダメだなどとですね、決めつけないことが重要です。よく、ステージ4イコールこの末期がんというふうに考えている人もいますけれども、それは正確ではありません。中にはこのステージ4のがんをですね、克服してがんサバイバーとなる人や、あるいはがんを持ちながらもですね、5年あるいは10年と、元気に長生きされる方もいらっしゃいます。がんのステージ4というのは、これ一般的にはがんがですね、遠くの臓器などに転移している状態なんですけども、しかしですね、実際にはこうステージ4の定義というのはですね、がんの種類、臓器によっても異なってきます。またですね、この転移に関してもある一つの臓器に小さな転移がある場合と、体のあちこちにですね、いわゆる全身に10箇所以上も転移がある場合、これどちらもですね、ステージ4ということになります。ステージ4にもですね、いろんな状態があるというわけです。そしてですね、ステージ4といえども、これ実はですね、がんの種類やあるいはですね、全身の状態などによって予後も随分変わってきますので、一概にステージ4だから予後が非常に悪いとは言えないわけなんですね。最近ではまたですね、このステージ4のがんに対する新しい治療法が出てきました。例えば分子標的治療薬であったり、がんゲノム医療であったり、
免疫チェックポイント阻害剤であったり、こういったですね、新しい、非常に有効な治療法が、次々と開発されてですね、再発や転移を認めるがん患者さんに使えるようになってきました。で、こうした抗がん剤をはじめとするですね、治療が、功を奏せばですね、以前はこれほとんどなかったんですけれども、がんがやはり縮小して、ステージが下がって、そして手術ができるようになると、そういうケースもですね、徐々に増えてきました。ですからステージ4の、がんを克服するために、やはり最も重要なことはですね、自分は、この生き残る10%の方に入ると、そういうですね、強い信念を持って治療法をですね、いろいろな情報を集めてよく検討して、そしてかつですね、自分自身でできることですね、運動やタンパク質を中心とした食事、それから、あまりストレスをため込まないといった、そういう日常生活の工夫を続けていただくということが非常に僕は重要じゃないかなというふうに思っています。はい、このがん情報チャンネルではがんについてのあらゆる情報や最新の話題について分かりやすくお伝えしていきます。皆さんの知りたいこと、それから、取り上げてほしい話題などがありましたらコメント欄の方で教えてください。チャンネル登録の方もぜひよろしくお願いいたします。以上です。ご視聴ありがとうございました。がん情報チャンネルではがんについてのさまざまな情報をお伝えしていきます。またブログでもがんの情報を発信していますので、よろしければご覧になってください。チャンネル登録とツイッターフォロー、ぜひお願いいたします。